すいません、始めちゃいました。どうも。じゃあ、どうも。アーカスチューブへようこそ。何ですか？いや、始めちゃった。リモートやってっけど、これ。なんでリモートな、まず。なんでリモートな、これ。いや、京都おらんからやろ、誰かが。はい、名古屋です。何リモートかってことよね。いや、買っちゃったなぁ。あれ、スポーツタイス。買っちゃったよ。3台、3色。いやー、うん、やっちゃったね。あほやで。完全に。3色3台やで。楽しみすぎるけどな。タイトルにしようぜ、もう。楽しみすぎて、やっちゃった。気持ち抑えられへんけど、もうぜひ届けたくて、みんなに。誰もまだ日本で乗ってへんのじゃん。乗ってない乗ってない。一台しか横浜店に来てないみたい。しかもあいつも動いてへんやろ。あいつも動いてないんだ。誰も乗ってへんやな。それで買ってるってやばいよ。やばいよ。まあけどな、まあまずそもそも大型持ってないし。うん。なんなら俺中型も持ってないから。持ってろ。中型持ってへんってやばいよ。これはとりあえず納車までに免許取りに行くのがミッションな。そやな。もう買ってもったからな。しかも最短で9月とかやもんな、入所日がな。うん。で、なんか来んのが10月とか9月末とか言ってたから、もう間に合うか間に合わないかのギリギリっていうな、はい。みんな9月中ぐらいにはもう取れる見込みな。いや、厳しいかもしれん。府県の土日やもん。そうやんな。俺なんか混んでるから5ヶ月ぐらいかかるかもって言われて。やばくない？ほら、あれ？まだ免許なかったらもう手押しで帰んの。いや、もう押すよね。あのハーレの箱から出てきて、押して帰るって。一番虚しいやん。週1回ぐらいしか教習入れれないかもしれません。今の状況だと、みたいな。ふざけてない。それ教習、二輪専用の教習所やのにはこう、舐めとんなと思って。俺結構頑張るつもりです。絶対間に合わへんよ。無理やり入れます。マジで間に合わへん未来結構見えてるで。でもそれ二人もじゃない。いや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 。だって、12個前だから、2222で6日やし、まあ確かにハーレーが9月の上旬とか下旬に入ってきたら無理やけど。まあまあまあ。もし、それが遅れて、10月とか11月になっても俺は取れてない可能性あるからな。そうやな。それ無理やった時どうするの？レッカー、レッカーや。ギネスやろ、それ。だから、納車されてそれまま JAF 呼ぶって、ギネスだよ。ギネスやな。てか、JAF ってバイクとかやってくれんの？分からんけど、納車したてのバイクを JAF 読んだ記録、ギネス取れんじゃん。不名誉やな、絶対。とりあえず頑張ってみるか。で、まあ楽しいんだよな。馬力も全然違うみたいで、今までの空冷のエンジンから水冷に変わって、まあ馬力がめちゃくちゃ上がって、まあな、見た目も賛否両論あるけど変わったし、そんなをな、お届けできたらいいな。いいね、あのゴリゴリ3色を、3台。いや、三色ってすごいと思うよ。なかなかないよな。だは、もう、おらんのじゃん。俺ら以外。いや、そんなと思うで。もう絶対やらへんやろ、ほんの普通。いや、まずバイクをこの際に新しく、まあみんな持ってるやん、大体ライダーって。うん。だから改めて三台買うなんてなかなかないから。そういう意味では有名 YouTuber さん、これ見てらっしゃら、お声かけください。飛んでいきます。どこにでも行きます。三台で行くんで。どこまでやったら行く？北海道やろ。いや、日本国内やったらどこでも。で俺静岡でやるとこは。なんでいい？なかなかこの3人捕まえたら面白いと思うけどな。絶対さ、幸運を訪れる系よな。目の前通り過ぎたらみたいな。3回。俺らの姿が見えてる間に3回願い事になるかなみたいな。もう、なあ、三色展開の三色やから全部なわけよ。すごいよな。改めて。まあいつ来るかほんまあれ次第やな。それ次第よ。ディーラーさんも分からへんって言ってたもんな。でも年内は確定やろ多分。最初どこ行くよ。ピエリ森山やろ。いや絶対分からんやろみんな。ピエリ森山琵琶湖大橋やろ。だって関西の人が見てくれてたらいいけど、とりあえずヘルメットとかギア系もまあ昔な、このノブ以外は中型乗ってたし、こんなん乗ってました。ドロン。出てくる方式、いいなそれ。俺なんか何の写真しようかな。お前あれやん、ズーマー乗すときよ。ズーマーな、そやズーマー乗ってたな。だからコートをポロンって出しとけ。はい、ポロン。だからな、まあ
だいぶブランクがあって。ブランクどころか、排気量どんだけ変わんねんって感じやけど。まあな、確かに中型やったしな。コータに関しては1000違うやろ。そうやな。直帰線やん。インハネ乗ってたし。ゴブに関しては1200違うから。1200違うな。こけんで。死んでもな。ノブなんでやれないやったっけ、中型持ってないっけ。いや俺教習には行ったんやけど、うん、急制度で、うん、大きいこげで、うん、なんか教習車の CB400 がもうなんか右粉々になって、ほんでなんかその急制度こげた瞬間、まあ、すぐ後に教官が次のバイク持ってきて乗れるみたいな、乗れるわけなくてちょっとあ、もうこっち死んだと思ってたのに、次のバイク持ってくるから普通に、もうそっから乗れなくて2段階まで行ったんやけど7万捨てました。お疲れ様です。絶えなかったな今思えばな。いやマジででかいよな。だって31時間やし俺一発で撮るけど大型。あ、一発大型とかあるんや。その大型の教習の、まあ、一人一人今から受けるんで、その、まあ、Vlog みたいなの俺のアーカスチューブにも載せていけたらなと思ってるんで、皆さんぜひチャンネル登録をお願いします。ではお願いします。次の動画いつかわかんないですけど、その時にお会いしましょう。ありがとうございました。